フォード・マドックス・フォードとは、イギリスの小説家、詩人、評論家であり、イングリッシュレビューそして、トランスアトランティックレビューの編集者である。これらの雑誌は、20世紀初頭の英文学の発展に役立つこととなった。フォードは、現在、良き兵士、パレードの終わり4部作、5番目の王妃3部作といった、彼の小説でその名を現在に残している。良き兵士は、 モダンライブラリーの最高の100の小説、オブザーバーの史上最高の100の小説、ガーディアンの誰もが読むべき1000の小説といった20世紀の優れた文学作品リストに頻繁に含まれている。フォードはロンドンのウィンブルドンにおいて母キャサリン・マドックス・ブラウンと父フランシス・ヘファーのもとに3人兄弟の長男として生まれた。彼の兄弟には 弟のオリバー・マドックス・ヘファーと、後に、デエビッド・ソスキスの妻でありフランク・ソスキスの母となる、妹のジュリエット・キャサディニエマ・ヘファーがいた。タイムズ氏の音楽評論家となった、フォードの父親はドイツ人で、母親はイギリス人であった。彼の父方の祖父・ヨハン・ヘルマン・ヘファーは、ウェストファリアの詩人であり、著作家である、アネッテ・フォンド・ロステ・ヒュルスホフの著作を最初に出版した。 人物だった。フォードは母方の祖父であるラファエル全パの画家フォード・マドックス・ブラウンにちなんで名付けられた。彼の母親のイボ姉はウィリアム・マイケル・ロセッティの妻であり、オリビア・ロセッティ・アグレスティの母であるルーシー・マドックス・ブラウンであった。1889年、父親の死後にフォードとオリバーはロンドンに向かい祖父と住み始めた。フォードは ロンドンのユニバーシティカレッジスクールを卒業したものの、大学には通わなかった。1894年、ホードは彼の学校のガールフレンド、エルシー・マーティン・デールと一緒に駆け落ちをした。二人はグロスターで結婚し、ボニングトンに引っ越した。さらに1901年にはウィンチェルシーに引っ越した。彼らには二人の娘、クリスティーナとキャサリンが生まれた。 ウィンチェルシーでのフォードの隣人には、作家のヘンリー・ジェームスと H.G. ウェルザが含まれていた。1904年に、フォードは、財政的なそして夫婦間の問題のために、広場恐怖症に陥った。彼はドイツに向かい、そこで家族と過ごしつつ、治療を受けた。1909年、フォードは妻を残し、英国のサッカーイゾベル・バイオレット・ハントと一緒に今日、構え、 彼女と文学雑誌イングリッシュレビューを出版した。フォードの妻は彼との離婚を拒否したので彼はドイツで離婚するためにドイツ市民になることを試みた。しかし、これは失敗した。画報でのミセス・フォード・マドックス・ヘファーというバイオレット・ハントへの言及は1913年のフォード夫人によってなされた文書引き訴訟における焦燥をもたらした。 フォードとハントとの関係は第一次世界大戦を耐え抜くことはなかった。フォードはフォードマドックス・ヘファーの名前を使用していたが、彼は1919 19年の第一次世界大戦後にフォードマドックス・フォードへ変更した。なぜなら、ヘファーはドイツ人のように聞こえるからだ。1918年から1927年の間、彼は20歳年下のオーストラリア人芸術家。 ステラ望遠と生活した。1920年、フォードと望遠は、ジュリア・マドックス・フォードという娘に恵まれた。1927年の夏に、ニューヨーク・タイムズは、フォードが、フランスのアビニョンにある工場の建物を、彼自身は、ルビュー・ムーランと呼ぶ、家であり作業場へと改造したと報道した。その記事は、フォードがこの時点で妻と再会したことを示唆した。 1930年代初頭、フォードはポーランド生まれでニューヨーク出身の芸術家ジャニス・ビアラとの関係を築いた。彼女は後のフォードのいくつかの作品の挿絵を描いた。この関係は1930年代後半まで続いた。フォードはミシガン州オリベットにあるオリベット・カレッジで人生の最後の数年間を過ごした。1939年6月、 フランスのオンフルールで病気になり、直後ドービルで65歳で亡くなった。フォード・マドックス・フォードのブループラーク・フォードの最も有名な作品の一つは、小説、良き兵士である。第一次世界大戦の直前に舞台が設定された良き兵士は、複雑なフラッシュバックを利用しつつ、イギリス人とアメリカ人、二組の完璧なカップルの悲劇的な国外在住者の生活を記録している。 小説の前書きとなっているステラ・フォードへの検事で、フォードは友人の一人が良き兵士を英語で書かれた最高のフランス小説と述べたと伝えている。フォードは自身を歴史的連続性に夢中になったトーリートインと言い,い、小説家の職務は彼自身の時代の歴史家としての役割を果たすことであると信じていた。しかし彼は 愚かな党と呼んで保守党を退けていた。フォードは第一次世界大戦の開戦後、イギリスの戦争プロパガンダに関わった。彼は C 会、G マスターマンが管理する戦争宣伝局で、アーノルド・ベネット、GK ・チェスタトン、ジョン・ゴールズ・ワージー、ヒレア、ベロック、ギルバート・マレーと共に働いた。フォードはマスターマンのために2冊のプロパガンダ本を書いた。 リチャード・オールディントンの助けを借りる形での血縁が彼らの議論であるとき、プロイセン文化の分析、そしてセント・デニスとセント・ジョージの間、三つの文明のスケッチである。二冊のプロパガンダ本を書いた後、1915年7月30日、フォードは41歳でイギリス軍のウェルチ連隊に入隊した。彼はフランスに送られた。 フォードの戦闘経験と彼の以前のプロパガンダの活動は第一次世界大戦の戦前、最中、戦後のイギリスと西部戦線に舞台が設定された四部作のパレードの終わりに創作のヒントを与えることになった。Google がハーバード大学の図書館からデジタル化し、ユーザー TPP がインターネットアーカイブにアップロードした五番目の王妃の表紙フォードは数十の小説。 エッセイ、詩、回想録、文学批評を書いた。彼は三つの小説、相続者、ロマンス及び罪の本性で、ジョセフ・コンラッドと共同した。この直接の共同から3から5年の間、フォードの最も有名な業績は、当時コンラッドが歴史的ロマンスの白鳥の歌と呼んだ、キャサリン・ハワードの生涯を元にした歴史小説である五番目の王妃三部作だった。 フォードの詩、アントワープは、T.S. エリオットから、私が戦争という主題において出会った、唯一の良い歌と称賛された。フォードの小説、明るい目をした女性たちは、ある意味で、トウェインの小説、アーサー・王宮廷のコネチカット・ヤンキーの逆である。スペイン内戦が勃発した時、フォードは、左翼共和党派側につき、次のように宣言した。私は、ためらうことなく、 既存のスペイン政府に賛同し、フランコの試みには反対だ。いかなる理屈においても感情においても、フランコ氏はムーア、ドイツ、イタリアの軍に依存した政府を樹立したいと考えている。その成功は世界の良心に反しているに違いない。ムッソリーニとヒトラーについての彼の意見も同様に否定的であり、彼はナチズムに反対するマニフェストに署名することを申し出た。 1908年、フォードはイングリッシュレビューを創設した。そこで、フォードは、トーマス・ハーディ、H.G. ウェルズ、ジョセフ・コンラッド、ヘンリー・ジェームズ、メ神シン・クレア、ジョン・ゴールズ・ワージー、ウィリアム・バトラー・イエッツらの作品を発表し、またエズラ・パウンド、ウィンダム・ルイス、D.H. ローレンス、ノーマン・ダグラスの作品を初めて公開した。ロンドンのエズラ・パウンドや、他のモダニズムの詩人は、 10代の時期に現代的な言い回しで近代の主題を扱った典型例としてフォードの死を特に高く評価していた。1924年に彼はモダニズム文学に多大な影響を与えた雑誌トランスアトランティックレビューを創刊した。フォードはパリのカルチェラタンの芸術家コミュニティに滞在する中でジェームズ・ジョイス、アーネスト・ヘミングウェイ、ガートルード・スタイン、 エズラ・パウンド、ジーン・リースと親しくなった。またバジル・バンティングは、その雑誌において、フォードの補佐として働いていた。批評家として、フォードは、本を99ページまで開いて、読みなさい。そうすればその本の全体の質があなたには明らかになるだろうと述べたことで知られている。ジョージ・セルデスは、彼の著書、一世紀の承認で、フォードが、ジョセフ・コンラットとの共同執筆。 および出版社による協調者としての彼の地位の認知の欠如を早期させていると説明している。セルデスはヘミングウェイに対するフォードの失望を次のように語っている。今や彼は私よりもっと有名になったのだから彼は私と縁を切るのだ。涙がフォードの目に浮かんだ。フォードは言う。私はジョセフ・コンラッドを助けた。ヘミングウェイを助けた。私は12人。 い,いや、二十人もの作家を助けた。そして彼らの多くは私を出し抜いていってしまった。私は、今や老人だから、ヘミングウェイのようにはなお挙げられに死んでしまうのだ。セルダスは言う。このクライマックスで、フォードはすすり泣き始め、やがて彼は、大声で泣き出してしまった。ヘミングウェイは、1920年代初頭のパリのカフェでのフォードとの出会いに、彼のパリの回想録、 移動式祭日の一章を捧げた。彼はフォードを歩く、いい服を着た、逆立ちのオーダルのように直立していると説明している。後にアメリカに一時滞在した際には、フォードはアレン・テート、キャロライン・ゴードン、キャサリン・アン・ポーター、及びロバート・ローエルと関わった。フォードは常に新しい文学と文学の実験の擁護者であった。1929年には、 英国の小説の歴史についての正気味の良い、理解しやすい外観である、英国文学、最初期からジョセフ・コンラットの詩までを出版した。彼は、ジーン・リースと不倫したが、ひどい形で終わり、リースは彼女の小説、カルテットでそれを小説化した。フォードは、良き兵士、パレードの終わり四部作、五番目の王妃三部作と言った。 彼の小説でその名を最も残している。良き兵士は、モダンライブラリーの最高の100の小説、オブザーバーの史上最高の100の小説、ガーディアンの誰もが読むべき1000の小説といった20世紀の優れた文学作品リストに頻繁に含まれている。また、パレードの終わりは2012年にベネディクト・カンバーバッチ主演でドラマ化され、 2013年には日本でも放送されている。アンソニー・バージェスは、フォードを20世紀の最も偉大なイギリスの小説家と表現した。ありがとうございます。